泥にまみれては、石川達造の長編小説。1948年11月号から1949年9月号にかけて雑誌、ホームで連載され、1949年10月に新潮社より単行本として刊行された。後1954年5月に新潮文庫として刊行され、1957年8月の 石川達造作品集第8巻に収録されている。文章は終始、母親である篠が娘の園子に自身と夫との20年以上にわたる夫婦生活を語る所管体あるいは独白体形式をとって記されている。物語は鶴岡夫妻の娘、園子が夫の不定を責め家出してきたのを夫妻が追い返すところより始まる。 そこからその子の母親であるシノによる夫の鶴岡知事との結婚生活の回想が語られる。若い頃、シノは社会主義に傾倒し、女子大学を対抗させられていたが、その社会主義の研究会で夫となる3歳年上の鶴岡と出会い、その明るく活発な性格に惹かれ、初体を構えることになった。だが、結婚後ほどなくして、 鶴岡の知り合いと称する女性から訪問され、夫が自分と結婚以前に関係を持っていたことを知る。鶴岡はすべてをシノに告白し、男は浮気をする存在であるが、必ず妻の元に帰ってくるものだ、とシノをなだめた。その後、鶴岡は芝居の資金と称して、貯金をすべて引き出し、シノもその劇に参加することになるが、そんな中で、 夫に好意を持っている女優の早川京子と知り合う。劇は当局に弾圧され、篠は鶴岡ともども警察に捕まってしまう。篠と京子は3日で釈放されたが、鶴岡は1週間経って、やっと篠のの元に帰ってきた。それまで鶴岡と離婚しようと決意していた、篠のの心は鶴岡からの慰安の言葉を聞いて評価した。ところが、それから3日して、 早川京子が芝居の仲間と残念会を行うという名目で鶴岡を誘いに来て、鶴岡と一晩の関係を持ってしまった。篠は今度こそ鶴岡と離婚をしようと思い、その決意を伝えるが、二度と同じ過ちは犯さないという鶴岡の謝罪の言葉を聞き、やがて鶴岡の作家としての真摯な性格にほだされ、彼を許してしまうのであった。その後、鶴岡は、 友人の古沢の妻の友人である、孤高のピアニスト、水野直子と知り合い、相思相愛に陥ってしまう。直子に、鶴岡を託そうと決めた篠は、彼女の自宅を訪れるが、直子は、鶴岡の愛は、篠の方にある、鶴岡を誘惑してしまった、自分の一時の感情に負けた自分に責任がある。それでも、鶴岡のことを忘れられないと、涙ながらに訴えるのであった。 その様子を見ているうちに、篠は、直子の中に、鶴岡に執着する自分の姿を重ね合わせていき、夫との愛を許してしまった。そんな折、鶴岡の友人、古沢が、昭和5年のナップ一世検挙に巻き込まれ、逃走資金の区面を鶴岡に依頼しに来た。心よく引き受けた鶴岡はしかし、官府連絡船の中で逮捕され、鶴岡もその巻き添えを食って降因されてしまった。 これで、水野直子に夫が会えなくなると喜んだ篠であったが、面会した夫から直子の面倒と相談相手になることを頼まれ、直子が妊娠していることを告げられる。しのはその辛い仕事を完全にやり遂げ、直子は鶴岡から離れて、親子二人でひっそりと生きてゆくことをしのに約束した。鶴岡は、娘のその子に、直子にピアノの家庭教師になってもらうことで、 なおこの思いに報いようとした。昭和12年、日中戦争が開始され、王朝名政権が成立後の情勢を見て、昭和14年、鶴岡は、上海から南京への4ヶ月の旅行を決行した。そこで、鶴岡は、落ちぶれた、早川京子に再会し、日本へ連れ帰った。自宅に京子を止めるという鶴岡に、死のは、不服を漏らしたため、 鶴岡は京子を旅館を探すことを約束した。ところが鶴岡が帰ってきてから半月して、シノは鶴岡経由で京子の性病を感染させられたことに気づき自殺を試みる。心から後悔した鶴岡はシノの感知を願った。回復したシノに鶴岡は自分は子供のように欲張りで一つのものが欲しいと思ったらどうしても手に入れずにはいられないと弁解した。 戦局の悪化していく中、鶴岡は軍部を批判した儀局を表し、昭和17年、またもや検挙されてしまった。釈放後、家族を守るために戦争が終わるまでは、遊んで暮らすと宣言した鶴岡は酒を一層、たしなむようになり、死のもいつしか、それに付き合うようになっていった。昭和19年の正月、鶴岡は病に倒れ、 太平洋戦争の激化により東京も空襲を受けるようになったため、友人の古沢の故郷である伊沢に疎開することになった。さらに、甲府の県立病院に入院することになった鶴岡に、死のは目が見えなくなるほどの輸血を繰り返す。そんな中、その子から事情を聞いた水野直子と再会した死のは、虫の知らせを感じ、すぐさま自分たちを退院させて、 伊沢の疎開先へ戻してほしいと嘆願する。果たして、鶴岡夫妻の退院後間もなく、甲府は空襲に見舞われ、県立病院も全焼してしまった。その後、二人は無事回復していった。以上のような夫婦経歴を語った死のは、娘のその子に向けて夫婦の戦いを終えた自分たちと違って、その子にはその子の生き方や夫婦像があり。 それを模索してゆくことが大事であること、人間の生き方に流行はないことを述べ、その子の夫である松井との関係をなるべく早く修復した方が良い、と悟す。ありがとうございます。